平野陸 YouTube デビュー。仕様との共演がファンに賛否の声。逆2年前、元キングピンス以下、キンプリのメンバーである平野仕様がジャニーズ事務所を退所し、アーティスト事務所と米の移籍を果たしました。この大きな転機に伴い、平野ノ仕様の弟であり、アパレルブランド。 RKS リキー、リクスリキーの代表である平野陸士も新たな動きを見せています。その中でも彼の YouTube チャンネル解説が話題となり、ファンから賛否両論の声が広がっています。平野陸士は2021年10月に自身のスタイルとフォトブックを発売し、その際に特典として 本人との記念撮影会などを提供する数量限定記念セットを販売しました。この反則戦略について一部のファンからは賛否両論の声が上がりました。一部の人々は陸氏が兄である紫王の知名度を利用しているとの懸念を表明しました。また陸氏はファンミーティングやワンマンライブを開催し、精力的にアーティスト活動を続けてきました。 その結果、彼のファンベースは拡大し、彼自身の名前で成功を収めつつあります。さらに、平野市洋と陸氏は兄弟ダンスユニット、昭安同期として小学生の頃から一緒にダンスコンテストに出場し、その経験が彼らの絆を深めました。これらの背景から、ファンは彼らが共演する可能性に期待を寄せています。 その期待が現実になる可能性を高める出来事が、陸氏の公式 YouTube チャンネル、平野陸陸空チャンネルの解説です。陸氏は、平野紫耀が飛べへの遺跡を発表した直後に YouTube チャンネルを解説し、そのタイミングについてファンの中で賛否の声が広がっています。平野陸氏の YouTube チャンネルの解説は、ファンにとって待ちに待った出来事であり、 彼の活動を支持する人々にとっては大きな喜びの瞬間となりました。陸氏はこれまでにもアーティストとしての活動を積極的に展開し、その成果を上げてきました。彼の兄である平野潮との共演が期待され、その絆がファンにとって特別なものとなっています。 しかし、一部のファンからは、陸氏が兄弟関係を利用しているのではないかという懸念の声も上がっています。彼の過去のスタイルとフォトブックの反則戦略に対する賛否が忘れられず、その影響が YouTube チャンネルの解説にも及んでいるようです。平野兄弟の未来は明るいものであり、彼らのファンベースは拡大の一途をたどっています。兄弟での共演が実現すれば、 さらなる注目を浴びることでしょう。ファンや視聴者は彼らがどのようなコンテンツを提供してくれるのか楽しみにしていることでしょう。そして、リク士の YouTube チャンネルの成功は彼の才能と努力のたまものであることも確かです。